はい、皆さんこんにちは、デジーです。今回はですね、ちょっと変わったデザインのめちゃくちゃ便利なね、スマートフォンホルダーを紹介したいと思います。もうね、映っていますけれども、これがですね、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけれども、ウランジさんっていうメーカーのね、スマートフォンホルダーでございます。これね、一見するとデジカメのようなね、おもちゃに見えますが、ちゃんとしたね、スマートフォンホルダーでございます。で、これがね、いろんな機能がね、ついておりまして、めちゃくちゃ便利なんでね、今回の動画で紹介させていただきます。で、普通のね、スマートフォンホルダーっていうと、こんなデザインのね、スマートフォンホルダーが多いと思うんですけれども、これはですね、まあ、このように開いていただいて、スマートフォンをね、挟んで、まあ、この状態で撮影するっていうものがね、多いんですけれども、これはですね、もう一見するとね、もうデジカメみたいなデザインなんですけれども、裏を見るとね、もうちゃんとこのようにね、スマートフォンホルダーのね、ホルダーがついております。ではね、これを早速ですね、 iPhone 14 Pro にね、取り付けて、紹介していきたいと思います。このね、ウランジさんのスマートフォンホルダーに iPhone 14 Pro を取り付けるとね、こんな感じになります。どうですか、もう完全にですね、スマートフォンがデジカメにね、変身しちゃいます。で、これね、装着可能なサイズがありまして、これね、スマートフォンのサイズなんですけれども、 3.5 インチからですね、 6.5 インチのスマートフォンがね、装着可能です。まあ、なのでね、まあ、ほとんどのスマートフォンが装着可能だと思います。で、これ個人的に思ったことなんですけれども、今ですね、これ iPhone 14 Pro の保護ケースをね、取り付けているんですけれども、保護ケースをね、つけたまま、このようにスマートフォンホルダーにね、装着した方がいいと思います。というのも、これちょっときつめなんで、もしかするとですね、スマートフォンのね、側面に傷がついちゃうっていう可能性があるんで、保護ケースをつけたまま装着することをね、おすすめします。まあ、これね、簡単にね、取り外れちゃうってことがないようにね、きつめになってるとは思うんですけれども、若干ね、きつめなんでね、保護ケースをつけた状態でつけた方がいいと思います。で、まずね、特徴なんですけれども、ここにね、はい、デジカメのようなグリップがついてるんで、はい、こうやってね、はい、めちゃくちゃ持ちやすくなるんですよ、スマートフォンがですね。もうまるでね、もうデジカメのような感覚でね、このように、はい、撮影が できます。はい、でね、めちゃくちゃ安定するんでね、動画撮影でもね、こういった手持ちで動画撮影することもね、できます。これはね、本当にめちゃくちゃいいです。これがね、もう注目ポイントですね。で、上を見るとですね、はい、これね、普通のスマートフォンホルダーもね、まあ、ついてるものが多いんですけれども、こういうのようなコールド収がついてるんで、マイクとかですね、 LED ライトなどをね、取り付けることができます。はい、で、ここにね、なんか何やらね、シャッターボタンらしきものがありますけれども、実はですね、これ、はい、電池がね、内蔵されてるんですけれども、シャッターボタンとしてね、使えます。はい、というのも、これ Bluetooth に対応しておりまして、 iPhone でもね、 Android でも対応してるんですけれども、これをですね、ペアリングしていただいて、で、つながったらですね、これがシャッターボタンにもなります。はい、で、ここにですね、 USB Type-C のね、端子がありまして、充電が可能なんで、何度もね、電池が切れても何度もね、充電さえしていただければ何度も使えます。で、ここはね、磁石になっているんでね、このように簡単にね、取り付け取り外しが可能です。で、ここにですね、はい、マウント部分のところに、これもね、実はこのように外れるようになっておりまして、実はですね、このように鏡になってるんですよ。なので、例えばですね、こういった状態で撮影するとちゃんと撮れてるかなって気になる時があると思うんですよね。モニターがないんでね、そういった時はまあ参考程度なんですけれども、このようにね、鏡を表にしていただければね、どこの部分を撮影してるかっていうのがね、大体の感じでわかるんでね、これは便利です。あとね、もう単純に、身だしなみをね、チェックしてみたりとかね、することもできます。はい。で、先ほどね、ごめんなさい、言い忘れたんですけれども、これね、リモコン
シャッターになるんで、遠くから離れた場所からでもね撮影できるっていうね、メリットもあります。はい、で底面を見るとですね、このような感じになっておりまして、もちろんですね三脚ネジ穴がねこのようについてるんで、はい、三脚にもね取り付けて撮影することができます。でここにですね、はい、なんとですね、はい、USB ケーブルがね入ってるんですよ。はい、USB-C to USB-A のねこういった短めのケーブルなんですけれども、これなんで入ってるかっていうと、さっきのねこのシャッターリモコンを充電するためのケーブルでございます。はい、だからね、はい、充電が切れても、まあ、あの充電器はね別売りになっちゃいますけれども、 USB ケーブルはねこのようにこの中にね入れておけば、あ、ケーブルがないっていうことはねまずないんでね、はい、大丈夫だと思います。ということでね、今回は簡単ではございましたけれども、めちゃくちゃ便利なねスマートフォンホルダーを見つけたんでね、今回紹介させていただきました。はい、でこのようにですね三脚にもね取り付けることが可能なんで、こうやってね、撮影することもできます。はい、で何よりですね、これもう繰り返しになっちゃいますけれども、もうこういったねグリップがついてるんで、めちゃくちゃね安定して撮影することができるんですよ。これはね普通のスマートフォンホルダーではねできないことですよね。普通のスマートフォンホルダーだと、もうただ単にね三脚に取り付けるためのね道具になっちゃいますけれども、このスマートフォンホルダーはですね、はい、こうやって取り付ければですね、手持ちでもですねこういった安定して撮影ができますし、うん、いざとなったらねこういった三脚などを取り付けて、ね、こういったリモコンを利用して遠くからね撮影することもできます。はい、これはねもうなかなかアイデアものですよね。はい、こういったね発想はなかったです。はい、で実売価格がですね、これ Amazon さんで1980円なんですよ。2000円でねお釣りが来るんで、もうよくねスマートフォンでもう撮影をよくしますよっていう方はね、これ一度ね購入してみてはいかがでしょうか。うん、私もねこれおっと思って購入したんですけれども、やっぱりねめちゃくちゃ便利、便利っていうか安定して撮影できますんでね、めちゃくちゃいいですよ。で見た目もねこれデジカメっぽくなりますしね。はい、まあ、そんな感じでね、もうこういったスマートフォン用のねアクセサリー製品もいろいろ紹介しているんでね、もしよろしければねチャンネル登録と高評価ボタンもねよろしくお願いいたします。それでは。